はい、君の会です。よろしくお願いします。ですね、今はもう WBC の真っ最中なんですけど、で、日本が韓国に14対4同で、じネタですね。14対4だよね。13対4。あ、13対4ではい。退場したんですよね。したんですよね。まあ、相手は韓国で、こう言っちゃなんだけど、勝って当たり前なんだけど、やっぱり嬉しいですね、韓国に勝つと、日本人としては。で、それで勝ったのは嬉しいんですけど、またさ、ファビオって騒ぎ始めてるんですね。後楽園ドームの観客席に、旭日旗があったんだって。で、なんか WBC のなんだか、組織委員会がなんかに抗議するらしいんだけど、それ前から対局機じゃなくて、旭日旗を韓国は文句つけてるんだけど、それでね、それってなんか、戦犯旗だなんだって韓国が言ってるけど、それって韓国人の個人的な感想ですよね、それって。そう思いませんか？だって、中国だって文句つけないんだから、だって。アメリカもイギリスも戦争したですよね、日本と。それでアメリカもイギリスも中国も戦争してて、日本には何も言いたい、何も戦犯旗だなんだって言ってないんですよ。で、よく韓国は旭日旗はよくナチスのハーケンクロイツによく例えることがあるんですけど、それも全然的外れっていうか、見当外れですよね。だって、ハーケンクロイツっていうのは何て言うんですかね、あれはナチス党の、陶器で、あと、ナチス、ヒトラー政権時代に、国旗として使用してただけの話なんですよ。で、旭日旗っていうのは、何百年も昔から使用してるもんなんですよ。で、日本文化の一部なんですよ、旭日旗っていうのは。なんて言うんですかね、大量祈願するとか、大量祈としてとか、あと、なんだ、スポーツの応援で、勝利を、なんで、士気を上げて勝利を祈るためにも、使うから、全然問題ないんですよ、スポーツの試合で旭日旗を掲げるっていうのは。で、あとは、出産とか節句でも使うらしいんですけど、掲げるらしいんですけど、それは最近は、あまり見ないんだけどね、見ないんですけど、で、それでね、なんて言うんですかね、で、韓国が旭日旗は戦犯旗だって言うんだけど、それが、なんて言うんですかね、ごめんですね、要するに旭日旗って太陽をデザインしたものなんですよ。それ太陽のデザインような戦犯旗だっていうのはまた外れじゃないですかね。だって、実は旭日旗に似た、なんで、デザインっていうんですかね、模様っていうのは、結構世界各国であるんですよ。色こそ違いど、あのマークは。なんて、日の丸が線が伸びてるっていうのは。で、その、で、なんか韓国はその似たようなものにも文句つけるってるんです。文句つけるんですけど、それ、いろんな国の国旗で、その旭日旗のマークのデザインしたものには文句つけるんですかね、韓国は。で、やっぱり結局日本に対してだけですよね、そういうの文句つけるのは。で、それで、だってさ、韓国っていうのはさ、日本の一部だったんだもん。だって、戦争したんだよ、韓国だって、日本人と一緒になって。それおかしくないですかね、それ。で、もし、それは無理やり併合させられたんだ、どうしたって言うけど、だって、日韓併合の時、賛成した政治団体とかあって、その賛成した団体が勝って併合したんだから、それはおかしいですよね、強制的に併合させられたっていうのは。でね、だからね、日本人は別にそんなね、ことね、遠慮しないでね、スポーツの試合でね、なんていうんだ、これ、どんどんね、使えばいいんですよ、応援する、教室で応援すれば。で、今回の WBC はもう韓国はもう日本と当たることはまずないでしょう、絶対に。で、おそらくもう第1ラウンドで敗退ですよ、韓国は。残念ながら。で、今度の、それで、なんていうんですかね、これから今後ある、WBC とかの、あ、なんだ、あの、に日韓戦とか、他のスポーツの試合でも、どんどんね、旭日旗をね、掲げてね、応援してやりましょうというお話でした。以上になります。ありがとうございました。